どうしたらいいんだ。素晴らしくなっちゃってますけど。収録でこんな静かになることあるんですね。誰？わかりますね。めっちゃわかります。わかる。わかる。なるじゃん。叱ってください。さあ始まりました。漫画愛あふれるコミックシーモアプレゼンツの声優バラエティー。わちゃわチャンネルでーす。さあこの番組では私たち声優陣がわちゃわちゃと楽しいトークを交え、電子コミックの楽しさ面白さを深掘り、あなたのおうち時間に寄り添い素敵な漫画を見つけられるハッピーな時間をお届けしますよ。ということで今回も男子会でございます。ゲストはこのお二人。大川元気です。よろしくお願いします。そして皆さん、魚数鈴木優斗でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと前回からちょっとまあ時間空いちゃいましたけども、はい、前回やってた時にも気になったんですけど、この魚数の説明をしてもらってもいいですか。これまた刺すん、うん、知らない人いますか。知らない知らない人いるでしょうから。本当にぜひぜひ。すごい、聞けば聞くほど皆さんこれ不思議になってきますよ。本当にもうこれそんな不思議なんですか。聞かなきゃ、初めて聞いた時聞かなきゃよかったってなって、聞かなきゃよかったって。だから何ですか。挨拶で、ご自身の挨拶、ね、挨拶です、挨拶です。まあ確かにね、スタッフさん方もちょっとね笑いがねふんふんって怒ってましたから、ね、そうですよ、ね、そうですね。やっぱ鈴木がやっぱその魚ということで、そこから魚魚、うん、読み方でね、とあとオスみたいなこう軽いノリをかけてギョスみたいな、もう何の意味もございません。そういうことだったんだ。鈴木が、それは意地悪だよ。それは意地悪だよ。トシさん意地悪だよ。腹立つ、その反応。腹立つ。腹立つわ。でも何度も言ってるから。30になったら辞めるって言ってたのはどうしたの。あれ思ってたんです、うん、けどそこで僕は星総一郎さんという先輩に出会ってしまいまして、はい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 、ヨト君やった方がいいよって言われて、言われて、もうずっとやった方がいいって言われて、それ今の星さんのモノマネのつもりです。はい、のつもりです。この件にアミルへとは関与しておりません。ねえ、不祥事みたいに言わないでよ。じゃあちょっと似てるから、なんとなく、自分で言うのなんだけど、不祥事じゃないから我々は関与しておりません。ねえ、アミレートの不祥事みたいな。鈴木優斗捨てられたけど今。あれをアミレートとは認めない。長い付き合いじゃないのよ、本当にもう10年ぐらい一緒にやってんのによ。はい、あって言われて、山本さん言われて、あ、うん、じゃあ続けた方がいいんだって。星さんもだってそれでもパッピーをやっぱずっと続けてて、確かにあれがもうアイデンティティになってるわけじゃないですか。星さんの挨拶といえばっていうのありますからね。なんで僕も本当にもう どんなにもうこうやってずっとね、うん、どういう意味とか聞かれても認知されなくてももうやり続けようという、うん、感じで使っておりますね。あ、でもこれで皆さん由来も分かったからこそね、はい、なおさらこうゆうとくんが出ていた時にはギョースに対してギョースって返せるように、ね、なってるでしょ。ぜひぜひ、あのもう由来はもうどうでもいいんです。もう捨てていただいて、なるほど、ね、もうギョースギョースってこうやり取りで、はい、ちょっともうみんなもうギョス触れだよっていう。そう、え、そんなこともある。知らんわ。1個解決したじゃん、さっき。ごめんごめんごめん。魚数売れダメ。ごめんなさい。この件にアミレートは採用しておりません。やめて、やめてあげて。この件には採用しておりません。ちょっと聞き慣れない言葉がいっぱい飛び出したから。確かにね、ごめんなさい、それ失礼しました。とんでもないです。はい、じゃあ皆さん覚えて帰ってください。魚数売れになっていただけるからね。お願いします。さあ、ということでですね、この動画の配信日3月18日ということで、まあ、数日前、ホワイトデー、うん、ね、うん、があったということなんですけれども、ホワイトデーのね思い出とか、まあ、ホワイトデーといえばみたいな話がもしあればね、お二方から聞きたいなと思うんです、うん、はい、どうですか。なんか嫌なやつみたいになっちゃうよね、こんな話するとね。え、そう、ホワイトデートーク、ごめん、ね、別にそうでもないです、乗ってよ。そんな嫌な、嫌なやつと思われるの。嫌なやつではないんですけど、本当にその女の子の友達がめちゃくちゃ多かったっていうのもあるんですけど、うんうん、あ、なるほどなるほど、僕の時代なんですかね、うん、本命チョコ渡すなんて恥ずかしい。まあ、でもだってね、友チョコとかが流行ってたぐらいのね、そうなんですよ、感じですから。だからなんかその女の子がやっぱこう、うん、やっぱ本当はちゃんと思ってる人もいて、チョコとか渡したいんだけどバレンタインに、うん、でも恥ずかしいしって言って渡せないままみたいなことが、僕のその学校では結構それがなんか普通になっちゃってて、うん、みんな照れくさいみたいな感じで、うん、もうだったらそのなんか友達同士でチョコを渡し合う文化にしようっていう、うん、なんかそういう自然な流れでなってて、うん、で僕そのやっぱ女の子友達多かったんで渡しやすかったんですよね、うん、ちょっとなんかそのやっぱ女の子っぽいところもあったんで、うん、ありがとうとか言って気楽にこう
ーってもらってたらすごい数やっぱいただいて、うんうん、でお返しの時にじゃあ何しようって言って考えるのは結構楽しかったっていう、うん、その思い出があって、じゃあやっぱそのもらった子たちに、うん、まあもちろん同じ感覚でね、そうなんですよ、元子感覚でホワイトデーのお返しをそれぞれに、周りからするとやっぱその何ですかね、やっぱもらってなかった子がやっぱ多かったから、もしかしたらこっそりね、あのみんなの見てないところで私やってたというか子もいたと思うんですけど、なんでお前そんな渡すんかホワイトデーにみたいな感じでなんか思われてた記憶はあるけど、大丈夫全部友チョコというなのギリチョコだからっていうなんか記憶はありますね。なるほど、うん、で数だけは本当にもう多分今でも思うんですけど30何個とかもらって、ってこう返したって記憶が、それ実はモテてたんじゃねえの、え本当はってことですか、うん、だと思いますよ、本当に、うん、モテてて中には実は本命もいた、本命の子が私に来てるパターンもあったんじゃないの、 だってセーラームーンごっこでアミちゃん、うん、やるような男ですよ、ね、そしてもうモーニング娘。ごっこやったらもう石川梨花ちゃんやるような男ですよ、それ何歳くらいの話、わかんないけどだから何なんだって話したけどさ、ね、だからそうなんか本当そのガーリーな、ね、なんかそう役を任されるぐらい多分その馴染んじゃってたんでしょうね、なるほど、うん、なんならバレンタインチョコを一緒に作る中に僕がなぜかいて一緒に湯煎してチョコを作ってたみたいなこともあったぐらいですから、うん、男性として見られてなかったんだろうなっていう僕の中での記憶ですね、まあ、今となっちゃこんなにちょっとワイルドで男らしくなっちゃってますけど収録でこんな静かになることあるんですね元気くんは、いやそうですか、まあだいぶ昔の話ですけど小学校の時に、ね、ちょっとゆうとくんは一旦置いておこう、なんだろう ね僕が恥ずかしくなっちゃったそうだ顔真っ赤だからね、僕が恥ずかしくなっちゃったどうですか元気くんは、そうですね、小学校の時に、バレンタインくれた女の子に、うんうん、あのホワイトデーを返した方がいいだろうって、うんうん、ちょっとお小遣いからクッキーを買って、 あらら可愛いじゃない、それの渡し方が、僕らの教室の横が使われてない教室、ほう多目的でいろいろ使える教室っていうところがあったんですけど、あの給食の時間です、うん、食べ終わった後に、うん、隣の席だったんですよその子が、はいはい、その子に5分後に来てねっつって、おっちょっとアリバイ工作したんですよ、おうおうおう、やだ、で渡して、うん、2人で戻るっていう浅はかさ、あらー二人で戻ってバレた、絶対周りそうですよ、わかりますよ、すげえ、それは分かっちゃうな、あれは恥ずかしかったなっていう、青春やん、いやいいじゃないですか、青春やん、そこのなんかちょっと爪が甘い感じもこう若かりしね、そうですね、青春の思い出感は、いいですね、もう今考えたら可愛らしいなと思って、ね、あの当時はやっぱ恥ずかしかったですね、まあね、あーなるほど、今の話聞いてたらもう体ほてっちゃいましたもん本当に、なんかもうさっなんでなんでなんで、ね、なんでなんで、おおおお今のもダメかくそーくそこの番組いろんなゲストさん呼んでますけどここまでないがしろにしたことないですよそうなんです、初ないがしろ、すいませんね、嬉しいかも、ごめんね、いじっちゃって、いいです、いいです、ありがとうございます、本当にありがたいでございます、はいはい、さあということでね、はい、そんなこんなで、今回ご紹介する漫画作品なんですけども芸能界が舞台のお話、スターな君がクズなわけでございます、こちらぜひ最後までご覧ください。それではまずはスターな君がクズなわけにちなんだこちらのコーナー、激レア業界スタッフ裏話激業って言いました今、激業って激業激レア激業激業そうそうそう泣き声みたいな、激レア業界スタッフ裏話です、うん、こちら主人公ルイちゃんがですね、憧れの監督の作品に出たいという夢を持っている女優さんという作品のあらすじにちなみまして、アニメ現場に限らずさまざまなスタッフさんの裏話を話していこうというコーナーでございます、はい、まあ普段ね、我々いろんな現場でいろんなスタッフさんにお世話になっております、はい、なのでですね、まあ、テーマに沿ってですね、スタッフさんとの秘話なんてものを語っていこうかなというふうに思っているんですけれども、はい、まあ、テーマと言いつつも、はい、まあ、今回監督さんという大きい括りで、まあ、監督さんだけにとどまらず、はい、まあ、いろんなスタッフさんねいますから、そうですね、スタッフさん のお話をちょっといろいろ伺っていこうかなというふうに思っております、はい、そうですね、アニメ監督というかその総監督だったりすると、うんうん、いろんなお仕事をされるわけじゃないですか、そうですよね、相当にいろんな CG だったりも見なきゃいけないとかってなると、うんうん、そうですね、僕ら一人一人に対してそうお話しするっていうことができなくて、うん、なので音
っていうことに関わると音響監督さんだけとかっていう人もいるわけですし、そうですね、また音響監督さんの中にもいろいろやる方とか、うん、撮る方だけっていう人もいたりもするわけじゃないですか、うんうん、そうなんですよね。アニメ業界でちょっと本当奥が深いですよね。いろんな方がね本当関わってできてるものですからね、うんうん、そうですね、まあ、なんでこのねスターの君が来るなわけは、はい、まあ、映画監督さんだったりとか、はい、まあ、舞台だったり、はい、映像絡みの監督さんと女優さんのお話ですけど、はい、我々的にはやっぱりその監督さんって一言で言われると、はい、今やっぱ元気くんが言ってた通り、はい、いろんな業務の監督さんがいるんで、うん、そこら辺がまたちょっと違くて、まあ、面白いなというふうに思うところではありますよね、はい、でもトッシーさんと僕なんか映像の方もこう、うん、結構出てたりもしたわけじゃないですか、はいはいはい、まだその頃のね、だからこそちょっと違うのも分かりますよ。そうね、全然違うね。あ、そうなんですね、うん、違いますね。なかなか聞けない話だからちょっと興味深いですけどね、うんうん、まあ、だからね、いわゆるアニメーションでいくと、まあ、元気が言ってたみたいに音響監督さんもいれば、はい、あとはまあ作品全体の監督さんもいるけど、うん、アニメーション作画って言って、はい、絵描く方の総作監っていう作画監督さんもいたりとかするので、だからそうなった時にやっぱその映像からこっちの声優業界に入ってきた身としては、うんうんうん、監督さんがいっぱいいるって、確かにそうか何人もいるみたいな感じになりますね。最初はどこの話を聞けばっていうところから始まるわ。そうそう、誰、どの監督さんに話聞けばいいんだろうみたいな、うん、それはすごいな。そう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 、映像もまた違うんだな、じゃあ雰囲気もね、うんうんうん、ありましたよね。あ、まあ、でもその中ね、やっぱ声優業界っていうところに入って、はい、我々がねやっぱ一番密になる、密な関係になるっていうところは音響監督さんですね、かなっていうふうに思うので、はい、ですね、なんかね、やっぱ我々もこうね言うたら長いことこの業界お世話になっておりまして、ね、はい、音響監督さんからねなんかこういう一言言われて芝居の方向性変えるようになったなとか、自分成長、あの時お世話になった言葉だったな、あの時ありますよね、あの時気づかなかったけど今になったら分かる、あの時音響さんが言ってたあの言葉とかね、いろんなものあると思うんですよ、はい、なんでちょっとそういうのもちょっとお聞きできたらなと思うんですけど、どうですか、本当にもういろんなところでこれ言わせていただいてるんですけど、はい、うん、すごく心に残った一言っていうのがあって、初めての現場で、うん、声の現場で、うん、もうみんなが帰っていく中ずっと、まあ、残されてというか、うん、しっかり時間取っていただいてやったんですよ、はいはい、で最後は音響監督さんも一緒にスタジオの中で、うん、聞いてくださってやったんです。その時にマンツーマンで言われた一言が、うん、君はこの芸能界で何も学んでこなかったんだねって言われた一言が、重い、もう本当に刺さりすぎて、ずしんとくるよね。だったら表の方で少し調子に乗っていたかもしれない、なるほどね、って叩きのめしてもらえた、あれがなかったら本当に僕はもうないだろう、そこで気づけたんだ、その一言で。あんなに感謝できる一言は本当に、うんうんうん、もう多分ここから先ももしかしたらあの一言が全てベースになっているかもしれない。うわ、でもそれもやっぱ今になってその言葉のありがたみというか、当時はさ、当時は悔しくて悔しくて、そうだよね、なのでその作品を帰りに全部もう見れるものは全て集めて、で1週間かけて全部やって練習もしていった時に、次の週に良くなったよっていう一言だけで僕は本当に泣き崩れたかったんだ、その場に。いい監督さんだ。本当にあのことがなかったら僕は今ないですね。最高だね。なんか本当に叱っていただけることっていうのがもう今本当に身に染みますね、そのありがたさとか大きさを。なんかやっぱね、今やっぱ言っていただけないね、うん、そうそうこともあったりだとか、まあ、あとほら、ね、我々やっぱ年齢をね、うん、重ねていくにつれて、ね、やっぱり周りの方々も気を使ってくださることが増えたりとかするじゃないですか、うんうんうん、そうなってきた時にいいの、もう俺永遠に新人でいたいのみたいな、わかります、めっちゃわかります、わかる、わかる、なるじゃん、叱ってくださいって、そう、なんかあったら、なんか本当ダメなことあったら言ってくださいっていう、うん、あの感じがなくなる、だんだんなくなってくるところにもちょっとずつやっぱプレッシャーとかね、うん、もう感じたりするし、うん、いうところもやっぱそういうのはありますか。そうですね、僕は本当にその、うん、高校生の時にデビューさせていただいて現場に行ってて、でもその具体名挙げるんですけど、うん、岩波さん、はい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 、あのアニメ音響監督さんね、そうなんですよ、うん、やられてる音響監督さんいらっしゃるんですけど、はいはい、で僕も本当にもう初めてのアニメの現場で、うん、もう周りをその見る余裕なんてないし自分のことでいっぱいいっぱいで、岩波さんが言ってくださってることっていうのがもう全然もう聞きたいんですけど、もう緊張とか余裕のなさでもうなんかスルスルってこう抜けていっちゃってて、その時はもう全然吸収できなくて、それこそ僕も本当にもう帰り道うわーっつってもう悔しい思いしたんですけど、やっぱ数年経っていろいろ自分も大人になって周りを見る余裕とかもできて、ですごく久々にその岩波さんという方とあの現場ご一緒させていただいて、なんか
鈴木くん大きくなったねって、これ多分ね、それはいろんなこう意味が込められてるのかもしれないんですけど、言っていただいた時はなんか長くめげずにこうやってきてよかったなっていう風になったというか、ね、やっぱ年齢重ねたっていうのもあると思うんですけど、やっぱその当時の自分っていうのはやっぱ自分で今振り返ってみても余裕がなくて、本当にもうこうマイクの前の自分っていうのはもうすごいちっちゃい多分人間だったなって自分でも思うので、やっぱその数年後言っていただいたその言葉で、あ、長くやってきて続けてきたことがちょっと間違いじゃないかったんだなっていうのをなんかこう教えていただいたというか、あの気づかさせていただいたので、その一言に救われてまたそこから数年今こう頑張れてるっていうのがありますね。なるほど、はい、本当に僕にとってその初めてアニメの現場の監督さんがその岩波さんなんで、もう今でもお会いするともうすごく緊張もするし、でもなんかあのもっともっとこう幅広がったんだぞっていうところをこう見せたいみたいな。わかるわ。この話トッシーさんのあんま聞いたことないですよ、俺。そう、トッシーさんのそうこういうこと言われたんだよねっていうのを、そういえば聞いたことないな、うん、確かにね。俺あげたら切りないよ。それをいくつかピックアップしてください。平光さんでしょ。平光さん、あと松岡さん。すごいな。あ、松岡さんね。そう、あと若林さんも、はい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 、菊田さんも。そう、うわー、菊田さん、うん、って言ってもあれ、あんまりピンとこ来てないかな、ね、でも本当に有名な、皆さん的に一番僕が若い時にお世話になってピンと来て、で皆さん的にも分かる話で言うと、三谷裕司さんにがね、音響監督やられて、はいはい、されてますよね、ますけれども、うん、あの三谷裕司さんにがっつり1年間レギュラーアニメが僕が割とメインのところにお世話になってた作品があって、はい、うん、その時はもうとにかく三谷さんのその音響監督の仕方っていうのが役者に寄り添ってくれ、もちろんね、三谷さんご本人が役者さんだから、うん、役者のその目線に立ってディレクションしてくださるからこそ、めちゃくちゃ細かいというか、テクニカルな部分をめちゃくちゃそこで俺教わったの。もっと違う、もっと胸から出す感じとかっていうのを、胸から出す感じ、そう、例えばね、うん、っていうディレクションをずっとしてもらってて、でそれをもう自分もその時若かったから分かんないなりに、はいはいっつってうわーってやってた時に、後半その作品の後半ぐらいからもうちょっとこういう感じでやってって言ってバンってやった時に、あ、だんだん分かってきたじゃんみたいな感じのを言われた時に、本当ですかってなって本当ですか俺分かってきたんですかってなって、あ、自分ではそれすらもう自覚はそんなにできてないけど、そう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 、とにかくやっぱチャレンジするわけじゃないですか。そう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 、多分身についていってたんでしょうね。どうなんですかね。でやっぱそのリテイクっていうんだけど、やっぱこの何回かこの同じセリフのこのシーンをやってって言われてやって、でその後にもう一回こうこうこういう感じでやってっていうのがでやって、もう一回リテイクっていう感じじゃないですか、普通の流れって、はい、そうですね。三谷さんはとてつもなくそれが早いんですね。なんでこうこうこういう感じでやって、分かりましたって言って、まあ例えばありがとうとか、はい、喋るじゃないですか、はい、ありがとうって言ったらトークバックで、うん、違う、もう一回って言ったら、また流される、うん、あ、え、何が違うの、分かんない、うん、ありがとうみたいな。そうなんだ、ここ違うとかじゃなくて、やって。でもスパルタ、ね、愛のあるスパルタですね。いや、このスピーディーさがね、うんうんうん、またやっぱ三谷さんのその凄さというか、そこについてこいよっていうメッセージでもあるんですよ。その中やっぱね、元気もそうだけど、はい、厳しさの中にある優しさというか、そこの優しさの嬉しさってやっぱすごいじゃないですか。ありますよ。それが今トシさんの手元のペンから聞こえたっていうのが面白かったんですよ。ありました。それがって言ったら、この硬いペンシルがミチミチって力が入っちゃったんですね。ちょっと力入りましたね。いやでもすごい、いやでもすごいわかります。そうなんですよ、うん、それぞれやっぱりこうなんか歩んできた道がありますからね。ありますね。よしと、もう終わり、まだしたい、まだしたい、じゃなくて別の話、あ、別の話いいのね。よしよしよし、よしびっくりし た, た、まあ、音響監督さんはね、うん、まだまだ話はつきません。そうですね、まあ、音響監督さんだけじゃないですから、まあ、僕らこういう番組だったりも出させていただくし、はい、イベントだったりもするの で, そうです、ね、いわゆるその声だけでないところも関わりがあるわけじゃないですか、うん、そうですね、まあ、ね、いろんな、そうですよね、そういう中でいくとやっぱりね、こういう番組とかでもそうですけど、はい、まあ、例えばメイクさんだったりとか、はい、はたまたプロデューサーさんだったり、はい、この台本を書いてる放送作家さんだったり、はい、はたまたこの現場を仕切っているディレクターさんだったり、はい、まあ、いろんな関わり方、はい、あると思うんですけど、はい、まあ、マネージャーさんとかも、ね、はいはい、そうですね、うん、お二方はどうですか、なんかそういうスタッフさん絡みっていうところでね、生放送をやってた時に、はい、そのディレクターさんが、うん、終わる時に終わる秒数は出します、うん、ちょっといろんなものがセット置いてあったので時計が見えなくなっちゃってたんで、うん、こっちで終わる時間は出しますって言った時に、はい、手をこうしたんですね、
どう考えていいか分かんなくて、なるほど、確かに5か23なのかなんだそれはって、それとも32なのかみたいなね、こう出された時、うん、どうしたらいいんだ細かいけど面白いエピソードだな、それはそう、これは本当にね、まあ非常に細かい話になっちゃいますけど、このカメラの裏側にね、やっぱりスタッフさんがこういつもね、いてくださるわけですよ。そうなんですよ。で、ね、その都度その都度なんかあったらちょっとした軌道修正としてね、指示を出してくださるんですけどね。その時のサインが分からなかったと。例えばこうやって10秒前とかって出してくださることもあるわけじゃないですか。そうですね。それがこうだった時の恐怖。怖いですね。なんだあれは。でもさ、まさかのエピソードすぎて。そうですね。ちょっとじゃあ、わちゃわチャンネルのスタッフさんも、じゃあちょっとなんかあって、る時はこういう出し方やめていただきたいっていうね。もうこうかって、それは何の味23か32かみたいな、ちょっと1個ずつこうやって減ってわかんない感じでね、5かあ、こうなったんだってなる、じゃあこうでいいのにみたいな、そういうのあります、確かに ね、あります、裏側でねやっていただいてね。ゆうとくんどうですか。僕はやっぱり本当にもうシンプルになんですけど、やっぱメイクさんとかがたまたまこうついてくださったメイクさんが、あの作品のあのキャラクターすごく好きで、で今回その鈴木さん担当させてもらえることになって、もうすごく今日嬉しいですみたいなのはやっぱりすごくやっててよかったなと思う瞬間で、それはありますね。作品とか声とかキャラクターとかを好きでいてくださって、それで仕事で一緒になれるっていうのはやっぱこう巡り合わせじゃないですか。そうですね。もうそれはもうすごくやっぱり活力になるので、明日からまた頑張ろうっつって思えるなんかこう一言ですね。そうですね。やっぱシンプルにすごい嬉しい。それこそわちゃわチャンネルでね言うと、やっぱり作家さんそれぞれね朗読させていただいてる先生方がいるんですけど、やっぱ先生方もこれがオンエアされた時にやっぱツイッターとかで、あ、我々声優陣の方に読んでいただけたとかっていう、ね、感想をやっぱ見ると、ああ、いや、こちらが読ませていただいてる側なのに喜んでいただけるのは本当にありがたいなって、ね、待ってください、今日もあります。え、今日もあるよね。ありますよ、これは。毎回ね、なんで始まる前にその話するの。何がよ、緊張しちゃうでしょ、なんでよ、なんでそこで急に。そんなことないでしょ、ね、なんか朗読のところでね、なんかそんなに急になんか。いや、本当に僕の朗読劇の映像とかを絶対手元アップにするな、うん、震えてんだからいつも。みんなそうでしょ。みんなでも震えるでしょ。え、まあまあ、それは緊張はね。振りでしょ。そう。だってやる前だもん。もうそう、うん。そう。今やる前だもん。本当に。めんどくせえ。めんどくせえな。だから僕今日だってこれ震えないようにちょっと置いてんだから下に。そうなんだ。そうですよ。そういうところもね、まあ、見ていただいてね。そうですね。見なくていいよ。何年経っても緊張するときは緊張します。します、します。あと、まあ皆さんに、まああと一個ぐらいなんか話することあるかなって思うとするならば、この最近のこの業界には、豊中ちゃんさ、一発浸水行こうよみたいなプロデューサーはいません。いません。それはそう。いません。それはそう。っていうことぐらいですかね、はい、確かに、その通り、割と年齢感我々と近いプロデューサーさんがやっぱ増えてきて、確かに、確かに、なんか同じぐらいのね、やっぱ謙虚な方が増えてきたっていうのはあるかもしれませんね、はい、はい、そんな感じでございます、はい、さあということで、以上激レア業界スタッフ裏話でした。さあお待ちかね、漫画朗読のお時間でございます。改めて今回ご紹介する漫画は伊豆先生によるスターな君がクズなわけです。ではストーリー概要、鈴木優斗くんの方からお願いします。はい、憧れの東堂監督の映画に出たい、その一心で子供の頃から女優を続けているルイ、しかし26歳にしてまだセリフなしの死体役をしている現状、同期の女優は素敵な役をもらえている中、自分のキャリアに呆れるしかない。そんなある日、撮影現場で超絶失礼な俳優久我樹に目をつけられ、まさかの流れで映画出演のチャンスだけど、そのためにはこの男と、ルイの夢は報われるのか、クズ俳優×日陰女優の不器用ロマンスというストーリーになっております。もう面白いじゃん、ね、もう面白いじゃん、面白いし、もうパッと見の絵柄も僕すごく好きで、あ、ね、絵も綺麗、絵もとても素敵ですね、もう面白いよ、うん、いや、これさ、これまあどうなんですかね、皆さん的にピンとくるかどうかって話ですけど、僕とかね、元気君、もともと舞台とか映像もやらせてもらってる身としては、うん、やっぱりいわゆるそのアンサンブルとか、はい、エキストラ、わ、はい、かりますよ、その位置づけのお仕事、うん、のいわゆるその俳優さんの卵とかっていう時代が、まあ、やっぱ誰しも一個あるんじゃないかなっていうね、下積みと言われるような、でそこからなかなか26歳にしてっていう抜け出せないっていうこのね、
苦労というか、あそこにも感情が結構リアルじゃない、なんか年齢設定が、そう、精神的な辛さがね、我々とよさらに分かるというか、26か、いや僕も分かりますよ、そうだよね、まあ、下積み時代ってね誰しもありますから、ここすごいですね、同期の女優は素敵な役をもらえて、ね、自分のキャリアに呆れるしかないっていう、ルイちゃんしかもね女優さんっていうのがね26歳っていうこの年齢の絶妙ですね、またね難しいんですよ皆さん、ね、男性女性と女性によってやっぱ、ね、違いますからね、年齢感も違うのよ、うん、自分自身で何かこう考える時期ですよね、多分差し掛かってるっていうね、そうかもね、うん、追い込まれてるかもしれないですね、ルイちゃん、いや感情移入できる、ね、これはさ、うん、そんなあまだ読んでない、まだ読んでないこれから読む、ね、なんなら今面白いっつって読んでたでしょ、今台本ペッてしちゃう、読んでたでしょ、面白かったじゃない、危ない、これから読むの、そうだそうだ、皆さんがお届けしないといけないですね、そうかそうか、はい、ということでそんなスターが君がクズなわけ朗読していきたいと思いますよ、読むのはですね、人気俳優と憧れの監督がルイのバイト先に現れてなシーンです。それではお聞きください、どうぞ。おぉ、サルゴンナ、無礼男、なんだ、知り合いか、ああ、まあ、今日たまたま現場で会って、君、役者の仕事してるの？はい、そうなんです、通りで綺麗だと思ったよ、頑張ってるんだな、ありがとうございます、綺麗ね、まだまだ修行中なんですけどね、こいつ、ここの2階に住み込みで働きながら頑張っているのよね。デビュー当時はそこそこ良かったのよ、この子。あ、そうなのか。まあ、それからもう13年経ってしまいましたが、目標達成するまでは粘ろうかと。13年もいて叶わないんじゃ、もう無理って。おじさまナイス！お前だって、アメリカでこういう時もあっただろう。まあ、そうですけど。しかし13年も役者やってるって根性あるね。どうぞ。ありがとう。実は心から惚れた作品があって、それを撮った監督の作品に出たいんです。惚れた作品？はい、東堂監督の10月の眼差しって映画です。ご存知ですか？ああ、もちろん知ってるよ。そうですよね、名作ですから。あれ、ナッツなくなってる。すみません、チャームもう少々お待ちください。いやいや、ゆっくりでいいよ。下にもないな。だけどさ、俳優業は続けるのは大変じゃないか。世間ではまだ若いし、他の職ならいくらでもあるだろうに。現実的じゃないですよね。でも今はまだ夢を諦められそうになくて。何年かかるんだか。ちょっと黙ってくれません？ん？ナッツあると思ったのに。違う、布だ。なんでここに？店長、ここの荷物って何ですか？ん？ああ、それは2階の工事のために。あっ！店長？ルイ、2階、明日から工事するんだった。はい？2階って私の部屋？うん、再来月には終わるはずだから、それまではホテルとかで。うちは旦那がうるさくてごめんね。そんな、まあ、これからどこに住めば。ホテルって言ってもそんなに貯金ないし。チン。ルイさんは？はい、いつきのこと嫌い？あ、はい。よし、なら僕こういうものなんだけど、ルイさんに提案というかお願いがあって。東堂監督、嘘、本物、ネットにも本人の写真はなかったから初めて見た。イケオシ。もし僕の願い通りになれば、その時は君に映画出演のチャンスをあげるよ。嘘、本当ですか？その代わり、映画の撮影が終わるまでいつきの家に住んでくれないか。ちょ、なんで俺んち。お前が毎月スキャンダルを出すからさ、今月もリークされて、もし派手な連中に犯罪じみたことで巻き込まれたら。それは気をつけますって。この人本当に素行が悪いんだな。女癖の悪さもなかなかだぞ。
レイさんには撮影が終わるまでの1ヶ月間そばでスキャンダルが出るのを防いでほしくて。え、私がですか？ついでにいつきが女を連れ込んだら僕に逐一報告してよ。もしうまいこといけば君を映画に出してあげるからさ。頑張ります。ああ、君の作品愛を信じてるよ。パー監督、こんな猿が俺ん家に来るとか絶対認めない。俺の家だ。素行が悪くて家を借りられない君に名義を貸したのは誰かな。ルイさんも1ヶ月あれば仮住まいの貯金はできるだろう。はい、頑張ります。そして本当に来てしまった。え、来てしまったんです。この後来てしまったんです。気になる。どうなるんだこの二人は。ね、女優としての夢もね。そうですね。ね、監督の作品出られるのかとかね。そう気になるな、まさかの死体役からっていう ね。元気っちないよ、続きないね。何度見てもないよ。また探してマジでねえんだな。また探してました。台本だよ。あ、なるほどね。まあね、下積み時代の話とかもちょっと出ましたけど、下積み時代とかまあもちろんあったと思いますけれども、はい、まあ、その当時のね話とかも先ほどしていただきましたけど、やっぱ下積み時代ね、いろいろ苦労することとか、思い出したくもない。確かにね、辛いことはなんかまああるんですよね。確かにね、辛いなとは。マジで思い出したくもない。あるけどね。デビューとか覚えてます？デビュー覚えてますよ。覚えてます。そこで失敗したとかなんか辛いことあったみたいな、まあ、これもちょこちょこいろんなところでは僕も話はしてるんですけど、いわゆる声優業のデビューの話でいくと、マイクワークの中で、うん、はい、この業界の専門用語ってのがあるんですよ。ありますね。いろんなね、いろんな専門用語があって、はい、例えば台本に、カッコ M って書いてあるセリフっていうのはモノローグと言いまして、はい、まあ、心の声で喋ってるセリフですよとかっていうのとかもモノローグの M とかって別に誰も教えてくれないので、はいはいはい、とかねっていうのがあったりとかしてる中で、あの専門用語としてマイクのオンオフっていうのがあるんですね。で、あの、よくディレクターさん、音響監督、それこそ音響監督さんにちょっとここのセリフオフってるからって言われた時に、デビュー当時の僕はオフってるの意味が分かってない。そっかそっか、ね、だからおかしいなと、俺気持ちはいつでもオンなのにと、オンなんかなってないとおかしいなってなる。全力でずっとね焦点合ってるぞと。そうそうそう、オフってるからって言われて意味も分からず、とりあえず意味分かんないからとりあえずはいとは言うじゃん、うんうん、あ、はい、すいません、分かりました、はい、そうですね、オフってる、あ、俺気持ちはずっとオンなんだけどと思いながら、うんうん、よりよりオンにしてそのセリフをやったりとか。俺この話一晩中できる。でもあるな、そういうのね、勘違いというかね、あるある、確かにな、そうそう、後で、うん、まあ、オフってるっていうのはマイクからちょっと外れてたから、はい、芯に声を当てるようにしてくださいねという意味だったということを知ってね、はいはい、ああそうだったのかとかね、うん、そういうちょっと恥ずかしくもね、お酒飲みながら話したいぐらいの感じですね、これね、飲んだらいろいろ思い出すそうです ね、思い出すな。はい、ね、さあ、ということで皆さん今読んだシーンについてどう思いましたでしょうか。ぜひ感想をコメント欄に書いてください。そして今朗読したスターな君がクズなわけは、本日3月18日から3月24日までの期間、1巻から2巻が無料でございます。この機会にぜひチェックしてみてください。さあ、ということで、はい、今回は芸能界が舞台の漫画スターな君がクズなわけを紹介させていただきましたけれども、はい、お二方いかがでしたでしょうか。なんかね、この過去のそれぞれの若かりし頃の話というか、うん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 、新人だった頃の話とかを、うん、やっぱなんかこう語るのって久々じゃないですか、まあね、まあ、我々が的にも ね、そうそう、なんか飲みの現場とかもやっぱり今なかったりとかするから、ね、飲みの場がないとね、まあ、話せなかったりとか、うん、現場ではなかなかって話をなんか聞けて、なんかね、先輩、やっぱ僕にとっては二人先輩ですから、先輩もそういうなんか時を経て、ね、今こうやって堂々とね、お芝居されてるかっこいい姿っていうのをやっぱ見てるので、はい、なんかめちゃくちゃなんか後輩の身としても、あ、なんかそういう部分があってなんだっていうのがなんかすごくまたこう力になるというか、うん、なお話だったなと思います。どうもありがとうございます、はい、元気くんどうですか。そうですね、先ほど読んだスターな君がクズなわけ、うんうんうん、
1巻から2巻無料で、あ、読めると思ったんですけど、はい、いろいろ思い出しそうだなっていう怖さもあるまあこれはもう職業病というかね。そうですね、そうですね、確かにね、皆さんはもうすっと読んでいただけたらと思うんですけれども、そうですね、いや、楽しいですねやっぱりこういうのはね、うん、はい、やっぱね、スターな、あのスターな君がクズなわけもやっぱ最初読ませ、はい、ていただくと結構やっぱね舞台裏あるあるが結構出てくるんですよ、だそこら辺の舞台裏あるあるとかもね、あの皆さん的には実際こういうのあるのかなって思って読んでくださると思うんですけど、実際あります。結構リアルそう、結構リアルにね、うん、描写されてたりもするので、うん、そういうところもねちょっと楽しんで見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います、はい、ぜひぜひ、はい、はい、さあということで、そろそろお別れのお時間なんですが、最後にですね、大川さん、おちょっとせっかくなんで、うん、これぞスターだと、うん、なるほどいいね、ちょっと楽しみ、これもうごめんな、台本に書いてあるんだよ、書いてあるね、書いてあるね、振られちゃうんですね、これぞスターな感じで、うん、ちょっとチャンネル登録への促しをお願いしてもよろしいでしょうか。よし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 、はい、それでは、うん、いくぞ、入ってる、入ってる、よろしいでしょうか、うん、それでは参ります、大川さんお願いします。誰、何やってんの、見逃さないようにぜひチャンネル登録よろしくお願いします見たことない元気違う、俺も見たことない元気違う、俺も見たことなかった、この元気くん、僕も見たことないからどう扱っていいか分かんないよ、わー、あー分かんなかった、レアだ、あとでオンエア見返します、ね、見返しましょう、これは僕も見返し、見返しますということで皆さん次回もお楽しみに、さようなら、さようなら何だったんだ今のスター僕も分かんない